分ちゃんゆっくりして。あ、本当ですか。12時ぐらいから起きてもしないでしょ。でも明日早めになんかチェックだけ見に行ったらいいよね。もしかしたらね、一気にテンション一気に上がるかも。誰かがエアリバーやっちゃうと。チームでやってた。あれね、僕全くできないこと。いやいや、中途半端じゃないですか。グラブレアは大丈夫だけど。セーフティーターン。そういえばジェフってどこ出身なの？Me? Crazy Los Angeles。よーほ。行かない方がいいです。Too many people。But fun。ドジャーズ野球好きなら。チャロス。でもいい、楽しいしね。波あります。まあローカルも結構強いですけど。夏に入るとやっぱ一番ベストかも。マリブに行って、あのそのままなんかハンティントンビーチもなんか1時間バン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 。興味あれば、トラストです。いっぱい練習できるわ。もういっぱい。もっといっぱい始まって、疲れたけど。誰ですか？感想。感想。もう楽しかったね。面白かった。とりあえず感想は、あの今回カメラを押してくれてるリクが、きんなりそういうあのぶっ込んでくる。変態ですね。そこにもちょっとついていけなかったけど、ついていけました。楽しいです。リクはなんか同じ、うん、なんか感覚メンバースケボーも上手だし、なんかもうちょっとなんかコラボレーションみたいな。コラボレーション。コラボレーション。コラボレーション。サプライズ。まあいろいろ面白いですよね。ちょっと真面目な話になるけど、みんなが PIC に入ることになったきっかけ。PIC で働いてる人が知り合いで近くに住んでて、そこからなんか話もらってみたいな。じゃあぜひは。インスタか E メールでデザイナーさんから連絡来まして、クイックもずっとなんかそういうつながりなんか有名だった。だからね、お金関係なくてもうライディングコンセプトマウンテンで生活できるような、ね、あの交流、あのすごいなんか今までできてありがたいです。ありがとうございます。僕あんまよくわかんないんですけど、ちょっとでもオーストラリアの大きい黒も出てるの2番かなとかで、そうまでちょっとやってもらったっすね。な、俺じゃないよ。ちょっとよくわかんないんですけど、質問、じゃあ質問なんか、あ、じゃあ質問権力なんかありますか？え？私が決めたいのか。まあ、ちょっとつまんない。決めあした決めたい技ちょっとつまんない。決めたい技サーフィンじゃない。ちょっとそこで持ってこ、そこで持って決めたい。あしたはもう遊びたい。違うか。違う。
接か分かんないもん。ナイス。整ってるって怖いんすよ。Yeah!